上空からは八景島を見渡せることはもちろん、横浜ランドマークタワー、ベイブリッジ、神奈川県と千葉県を結ぶアクアライン、千葉県房総半島、また天気が良く空気が澄んでいる日には、タコの乗り物オクトパス工房より富士山もご覧いただけます。なお、こちらのシーパラダイスタワーの運転時間は約7分間となっております。7分間の空の旅をお楽しみください。完全にキャビンが止まるまでは座ったままでお待ちください。
入り口と同じ扉となっております。本日はシーパラダイス様にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きシーパラダイスをお楽しみください。